木勝負は、アヤメかアヤメ族の多年層。木化植物。花形の高さは60から100センチメートルになる。葉は幅2から3センチメートル。長さ60から100センチメートル。剣形で中脈が隆起し明瞭で、円は、全円。花期は5から6月で、アヤメ屋の花勝負と同じ、外花皮片が大型の甲卵形で先が下に垂れ、内花皮片が小型で直立した。 黄色の花を咲かせる。外下皮片の中央に茶色がかった模様がある。和名は花が黄色であることに由来し、ブチイバやヤエザキなどの園芸種がある。西アジアからヨーロッパ原産の植物で明治頃から栽培されていたものが、日本全国の水辺や湿地、水田脇に野生化している上に、林園など湿地以外の場所にもよく生育するため、拡大の懸念がある。 観賞用に栽培されている花勝負には、黄色系の花がないため、その貴重性から重宝されたが、故障や河川などへの拡散が問題となっている。環境省は、要注意外来生物の一種として、栽培にあたっては、一出を起こさない、すでに野生化している故障等があり、在来種との競合、駆逐等の恐れがある場所については、積極的な防除。 または分布拡大の抑制策の検討が望まれるとして警戒を呼びかけている。また、日本自然保護協会、日本野鳥の会、世界自然保護基金では生態系に与える影響や侵略性が高いとしている。水辺に生育し美しい花を咲かせる植物なのでビオトープ喪失等のために利用されることがあるが、要注意外来生物を導入することの危険性は、 大きい。ありがとうございます。